ガラバ、皆さんこんにちは、わきわのアレンです。今回今アレンは実はなんとサイカーに乗ってですね、今あの帰り道ですね。はい、で今回あのサイカー乗ってみての感じ、風景とかをこの動画でお送りしたいなと思います。こちらのアコーがですね、今回の運転手になっています。アコーミンガラバ、ミンガラバ、ミンガラバ。あ、それ。あ、いやいや。ちょっと坂道であのすごい漕ぐのが難しいので、こうやって一生懸命漕いでくれてます。はい。YouTube。YouTube。はい、こういった感じでなんか日本にでいうなんか自転車に近いんですけど、こうやって一人から2人まで乗れるようになって、後ろもこういう感じで出ます。はい、で大体このサイカー の運転手の方は男性ですね。女性の方は見たことないですね。はい、って感じでこうすごいいつもいろんな方を日中届けてるの、いろんな場所まで届けてるので、すごい日焼けして肌真っ黒で、はい、いつも頑張ってくれています。はい、で今こうやって坂道の場合は一回降りてこういう感じでゆっくりとあのお客様のためにこうやって一生懸命押してくれます。すごいかっこよくて優しい、はい、お兄さんです。はい、ではこれから少しあのサイカーから眺める景色っていうのはちょっとあの歩いて見た景色とか車で見る景色と少し違うので、その辺も共有していきたいなと思います。こちらがあのサイカーから見える景色です。歩いてる時は少し早いんですけど、ゆっくりと流れる感じで、すごく乗ってて気持ちがいいって心地いいです。なんかミャンマーの情報なんですけど、実はミャンマーではあとオートバイ、バイクに乗るのが実は禁止されてるんですね、ヤンゴン地区。はい、今でサンチャンの方でも禁止されてるので、こうやって見たら分かると思うんですけど、車しか実は通っていないんですね。はい、でそれでオートバイっていうすごい便利な乗り物がないので、こうやって自転車はOK なので普及してて、こうやって自転車を使ってサイカーと呼ばれる乗り物でこうやってお客様を毎日、はい、運んでいます。一番あれの乗り物、山で乗れるバスとか電車とかよりも自分は一番このサイカーが気に入ってて、安くてすごくローカルな感じを体感できるのですごく気に入ってます。はい、でこちらが今すごいちょうどいい感じのマーケットですね。はい、これから夕方にかけてどんどんこういった感じのローカルのマーケットが増えていくのかなと思います。はい、あ、やっと、はい、下り道に来たので、お兄さんもやっと焦げるようになりました。はい、こういう感じでたくさんサイカーはどこにでも構えてるので、皆さんもできるだけ交渉してですね、安くで乗れるようにやってみて、挑戦してみてください。はい、以上で今日の動画を終わりにしたいと思います。サイカー乗るときに実はアレン、ヤンマー語話せないんですけど、それでも交渉はできるので、行きたい場所を英語で伝えたりとか、もしくはまあ携帯で見せたりしたら理解して連れててくれると思うので、ぜひヤンマー語話せなくてもぜひぜひ挑戦してみてください。これからも動画をよろしくお願いします。アコー、たったたったたったいや、失礼します。たったー。